上皇円満寺は、大阪府水田市元町にある高野山真言宗の寺院。三号はえにちさん、江日山。摂津十八箇所第四十二番札所。本堂寺の縁起によれば、聖武天皇の天平七年に、行記の改装とされる。行記は、夢の中に、五図天皇が現れ、水田に、聖なる香木があるというお告げを聞き、水田に来てみると、白社聖章の砂浜に、 夢のお告げ通り一本の香木が打ち上げられていたと言う。創業期は、その香木で、聖観の恩母札像を彫刻し、この場所を聖地としてお堂を建て、聖観の恩母札像を本尊として祀られた。このお堂は浜辺に建てられたことから、人々はいつしか、浜の堂と呼ぶようになり、行期の不協道場となったことが、上皇円万字文書に記述がある。 知恵を授かるために日夜光明が絶えず、誰言うことなく三号は、江日山となり、常に光明が放たれる寺ということから、上皇寺と改めたという、自称二年臨地岸辺村にあった円満寺の仏像を、移して、同時の寺号を加えて、上皇円満寺と、号された。聖寺には、薬師院や南房など七道画欄がいらかを並べ、達中僧房が十三を数え、 数万坪という広大な寺業荘園を領有していた。総合美容は四里も圧するほど、と伝えられている。王安二年足利三代将軍義光は、ご本尊、聖観世音菩薩に深く帰えされ、本因を祈願書となされ、足利一門の文長級を祈願されてきた。以後、上皇円満寺は、足利将軍の菩提寺として、初代、足利高氏イカ歴代の祖先の遺牌を、お祭りし、 エコーを務め、寺門も、足利市の飲料門を排除されている。また、影響年間頃には、当地の豪族たる、ついた川内森重等ら、吹田市から本院に、広大な土地を寄進されたことが、当時に伝承する、上皇円万字文書に記述がある。このように、足利将軍や当地方の吹田市が、祈願や母大書を当院に求めているのは、自己勢力集結目的以外に、 祖先の追善供養や乱世を乗り切るために安心立命の加護を上皇延満寺に求められていたことが理解できる。あと、上皇円満寺は応仁の乱で人造を持って防戦に努めるも、陛下によって全焼され広大な治療荘園の多くを失うことになった。漢文11年に共犯和尚によって再建されたが、以後本堂や栗も数度の修復を行い、 昭和30年代からも、老朽のため、仙台住職の代から長きにかけて、昭和の修復がなされた。現在の本堂は、昭和56年の再建である。宿望延明各寺蔵堂七福神両天堂、修行大使に大門一願観音電車をご利用の方、お車をご利用の方路線バスをご利用の方、摂津国八十八所巡礼台四十二番、上皇円万寺。 ありがとうございます。